イントゥミスチーフは、アメリカ合衆国の競争場、シュボバ。主な勝ち倉は2007年のキャッシュコールフューチュリティ。1歳児の2006年秋に、ファシュグ・ティプトン・ケンタッキー・イヤリングセールに上場され、8万ドルでゲージ・ヒルステーブルが落札。翌年春の OBS マーチセールで18万ドルで、ウェイン・ヒューズによって購入された。同年10月にデビューガジを収める。 二戦目を二着とした後、三戦目のキャッシュコールフューチュリティを制し、GI 初制覇を果たす。三歳児は、左後ろ足の故障により、クラシックには参戦できず、秋になってから、戦線復帰したものの、マリブステークスに着後に引退、守護場入りが決まった。通算成績は六戦三勝。以下の内容は、イクイペースの情報に基づく。 2009年からスペンドスリフトファームで種ボバ入り。初年度の種付け量は12,500ドルであった。目立った競争成績こそないものの、見栄えの良い馬体への評価は高かった。73頭の初年度産区からは、ブリーダーズカップダートマイルを連覇したゴールデンセンツを含む9頭のステークスカチューマを排出し、ステークスカチューマ率は、 有料守護場の境界とされる5%を大きく上回る12.3%だった。その後も、ハンイモーとビホルダーの活躍、当ハーランズホリデーの休止も影響して種母場としての評価は高まっていく。2016年には北米2歳リーディングに輝き、2017年には全米最多の235頭の繁殖品馬と交配を行う人気守護場となった。 2018年には種付け量が10万ドルに引き上げられたが2年連続で全米最多となる245頭の繁殖品場に種付けを行った。2019年の種付け量は最も安価だった2010年2011年と比べて20倍となる15万ドルに設定されている。この2019年には3区の価値数が北米エリアで年間200床を超え、 これは、北米エリアの種ボバとしては、初めてのことであり、北半球全般に広げてみても、その他の3区の200勝超えを達成した種ボバは、すべて日本つなぎ用の種ボバで占められている。2019年、2020年と2年連続で、北米リーディングサイヤーとなった。2020年の年間総収録賞金は2172万5335ドルとなり、北米における、 史上最高額であった。なお、2位のアンクルモーは10514310ドルであり、ダブルスコアをつけての記録である。ありがとうございます。